谷津駅、八津駅は千葉県奈良市の市谷津にある京成電鉄本位線の駅。駅番号は KS25 島式ホーム1面2線を有する地上駅。駅舎はホームの真上にあり、下宇佐大地の縁の会食崖上にせり出している。北側の入り口は大地面に開いているため、あまり段差がないが、南側の入り口はかつての海岸線方向に向いているため、 会食がけの足元の地上面と駅舎の間を国道14号、千葉街道をまたぐ階段で上り下りを行うことになる。こうした駅舎構造から、当駅は下宇佐台地の台地面に位置する多日5丁目と台地の足元の埋め立て地である多日4丁目を結ぶ主要な歩行者通路としても機能している。この階段には2000年代に入ってからエスカレーターと エレベーターが設置されているほか、駅ビルのタニツスクエアとも直結している。その他、駅舎とホームを連絡するエレベーターも設置されている。京成本線は当駅より、上り方向、西側は、海岸の低地を走っており、下り方向、東側に向けて、北東に切れ込んだ旧、タニツ村の谷を経て、下草台地の上に乗り上げていくことになる。 2016年度の1日平均乗降人員は1 824人で、京成線内69駅中、第36位であった。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り、奈良市の市海岸部にある2つの京成電鉄の駅の、うち、京成津田沼駅が、奈良市の,市の旧津田沼町部分の行政、商業の拠点へのアクセスの意義を果たしていた。それに対し、 当駅の前身である多日遊園駅は多日海岸の潮干狩りや海水浴多日遊園を利用する観光客向けの駅の性格が色濃かったそのため多日遊園駅時代には駅の南口から伸びる商店街は房総半島の海水浴場に見られるような観光客向けの土産物や飲食を供する商店街とよく似た風情を有していたしかし 1960年代以降海岸の埋め立てが進行して潮干狩りや海水浴といった海浜型行楽地の性格を創出し、さらに1980年代には京成電鉄がオリエンタルランドを通じて東京ディズニーランドへ霊散化することが決まり、競合する多日遊園が閉鎖されると首都近郊にベッドタウンとして形成された新興住宅地への通勤。 通学駅として利用されるようになった。早くも1960年代には、駅北口の下宇佐台地の上の畑地に造成された、多日五丁目の分譲住宅地の通勤、通学駅であったが、その後海岸の埋め立て地に造成された喫き地団地や、多日遊園跡地にできた、多日パータウンなどの住宅地の通勤、通学駅として、大きな役割を果たすようになった。 1986年、昭和61年4月に、旧、住宅、都市整備公団、現、都市再生機構による、タニツパークタウン1番街への入居が開始されると、当駅の乗降客数は増加し、さらに、タニツパークタウン2番街、3番街への入居とともに、当駅の乗降客数は、急激に増加した。そのため、駅南口から、タニツパークタウン入り口へと続く、 タニツ商店街、通称、タニツ遊ぶ時は1980年代後半、高級劇にその性格を新興住宅地の住民向けの商店街へと変化を遂げた。しかし1998年にタニツ、パークタウン住民がかつてから望んでいた JR、津田沼駅、タニツパークタウン間のバス路線、京成バス、タニパークタウン線が開通したことや、 タニツパークタウンの賃貸住宅への入居者が減少したことなどにより、当駅の利用者数は一時に比べて減少している。タニツ遊園閉鎖後も、観光地的な性格は、幾分残存している。例えば、園内のバラ園は、奈良市の市に移管されて、タニツバラ園として存続しており、開花期間には、多数の観光客が訪れている。また、タニツ遊園前面にあった海面は、 池上に埋め立てを免れて、多日日型多くの渡り鳥が飛来し、休日にはバードウォッチャーで賑わいを見せる。駅南口に、奈良市の市南部エリア最大の多日保健病院と、東京湾岸リハビリテーション病院があるため、駅前の利便性から多数の診察客が乗降しており、その関係で駅前に、医療系、薬事関係の店舗が多出店している。 南口階段下には、京成電鉄の園芸部門誌会社者である、京成フラワーの温室を備えた大型店舗が、多日遊園に来園する観光客向けにあり、同園閉鎖後も営業を続けていたが、2006年、平成18年になって、駅舎内の仮店舗に一時移動して、再開発を開始。敷地を有効活用した2階建て駅ビル、多日スクエアが2007年、 平成19年8月初旬に開業した。1階店舗には、京成フラワーの店舗に加えて、薬の福太郎とファミリーマート、開業当初から、コミュニティ京成のフランチャイズ店舗だが、当初は、AM、PM だったが営業している。さらに老朽化していた奈良市の警察署、谷日交番が、駅南口東隣の国道14号線沿いから、移転入居した。これは、 国道拡幅の計画も絡んでおり、当駅周辺では一部で、すでに拡幅が完了し、一部で用地が買収されるなどの準備がされている。駅南口から徒歩5分程度のところに京成バスの谷津日二丁目バス停がある。また、平和交通の銀座駅、東京駅から深夜急行バスが谷津駅バス停に停車するが、校舎のみで乗車はできない。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。